行こうぜ、兄者。いよいよですな。うん。おお、雑魚どもが群れおって。そう生きり立つな。十平元年春、聖閣を教祖と崇める教団太平堂の信徒らが各地で一斉に蜂起した。権力闘争で腐敗し大敗しきった朝廷に不満を爆発させたのである。この反乱は信徒たちが頭に黄色い布を巻いていたことから黄巾の乱と呼ばれた。その勢力はとどまるところを知らず、瞬く間に中原全土へと広がっていく。これに対し朝廷は討伐軍を編成すべく各地に檄を発して義兵を募った。この呼びかけに自らの未来をかけて英雄たちが集う。それは後の三国騒乱の世の幕開けであった。黄巾の選ばれし捕らえよ。黄巾の包囲網を打ち破れ。毒軍どもを思い上がらせるな。我が軍の強さ見せてやれ。敵将討ち取った。
術など恐るるに足りん。おのどもかかれ。この体験漁師が捕らえられる。他の者も遅れを取るな。
敵将を討ち取った。我らも遅れを取んな。
敵将を討ち取った。我らも後れを取るな。太平同人の奇跡を見よ。肉体が滅びようとも魂は永遠に。